はい、今回は2019年、化学基礎の問題を説明します。 0.10 モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液で、濃度面の酢酸水溶液20ミリリットルを適定したと。誤りを含むものを答えなさいと。1番、適定前の酢酸水溶液では一部の酢酸が電離している。これ一部は電離してますよね。酢酸は、電離度はちょっとどうなるか分かりませんけど、CH3CO4- と H プラスで、まあこれ 0.01 とか 0.013 とか言いますよね。電離度大体 1% ぐらいで電離してます。だから丸。2番、適定に用いた水酸化ナトリウム水溶液の pH は13。これは NaOH が 0.1 モル毎リットルというのは、これは強塩基やから OH マイナスの濃度も 0.1 やな。 0.1 というのは10のマイナス1乗なので、 H プラスは10のマイナス13乗なんです。 pH は13ということなので、これは丸ですね。3番、適定に用いた水酸化ナトリウム水溶液は5モル、マリットの水酸化ナトリウム水溶液を正確に10ミリリットル取り、500ミリリットルに希釈して調整すると。15500やからね。15500やから、5×500 分の10点な。だこれ5で割ったら100やから 0.1 モル毎リットルだな。ね、50だったからな、0.1 モル毎リットル。だから丸ですね。4番、中和に要する水酸化ナトリウム水溶液の体積が10ミリリットルであったとき、元の酢酸水溶液の濃度は 0.2 と。これは、NaOH が 0.1 で、1000分の10やな。で、酢酸は20ミリリットルやから、これは X×1000 分の20とな。まあ、先導試験から途中と20といきなり多いともいいんですけど、X は、これは 0.05 モル毎リットルかな。0.1 の半分。こうなりますね。はい、終わりです。